のりこ様大第五ん、愛子様下げのメディア戦略が思わぬ方向へまさか人気爆発に一役勝ってしまう点々。平成時代は映画を極めた赤坂、戦闘のお二人によるメディア戦略ですが、どうやら令和になってからは苦戦しているようです。ここ最近の報道でもご存知の通り、愛子様人気が爆発していますが、この裏にはのりこ様による愛子様下げのメディア戦略の失敗がありました。 のりこさまのメディア戦略国民に対して一方的な宣戦線布告と言論統制を仕掛けている秋篠宮家ですが一定の成果は得られたようです事実12月に入ってからというもの既存メディアが秋篠宮家や小室問題を報じることは少なくなり報じたとしても論調は弱腰になっています秋篠宮家に対する正当な批判が誹謗中傷と勝手にみなされるので 既存メディアも困っていることでしょう。一方で、12月も下旬に差し掛かり、ここに来て秋篠宮家のメディア戦略が思わぬ方向に進んでいます。秋篠宮家挙げ、愛子様下げが、秋篠宮家、特に紀子様の基本方針であったことは、周知の通りです。特に、愛子様のご成人のお誕生日も相まって今月は、愛子様が注目された月でもありました。そのため、 のりこさまは信頼している職員を通じて表向き、普段はご迷惑ばかりおかけしていますので、こんなお祝いことの時には少しでも協力を、と、あらゆるメディアに愛子さまの関係者を紹介していました。もちろん、本当の狙いは違います。我々に取材させることで批判記事を書かせ、愛子に苦しみを味わせてやる、というのがのりこさまの思惑でした。事実。 のりこさまに近しい秋篠宮関係者からなぜか、愛子さまの中高校時代の教員や語学友などの紹介があり、すでにいくつかのメディアはその証言を報じています。確かに学生時代のまこさんとかこさまも人気がありました。しかし、現在の愛子さまの人気は、まこさんかこさまの場合とかなり違う気がします。というのも、愛子さまは同性からも人気が高いのです。 もちろん相手が男性であっても、しっかりと自己紹介と挨拶をされてから会話をなさります。これは学習院大学という素晴らしい大学の雰囲気のおかげでもあるわけですが、世間一般で言う、チャラ男みたいな方が愛子様に近寄ることはありませんし、SP も安心して仕事をできていると聞きます。皇室記者。女性から人気の高い女性って本当に魅力的ですよね。 愛子さまの人気は私のような男性だけではなく、女性からも広く支持されていると思うと嬉しくなります。言われてみれば、ま子さんや佳子さまが世間で騒がれていた頃は、男性が多かったと思います。佳子さまは、あれだけ露出度の高い服を着て、平然とパパラッチされていましたから、むしろ、チャラ男から声をかけて欲しがっていたのではないでしょうか。ある宮内庁職員の本音。 この愛子さま人気のさらなる加速について、最後に、陛下お一家に絶対的な信頼を置く宮内庁関係者にも話を伺いましたが、思わず本音が出ていました。本当のことを申しますと、秋篠宮殿下の誕生日の直後でしたの不安でした。もろもろの問題からも、皇室を見る国民の目は日々厳しくなっています。殿下の誕生日会見でも多くのご意見を頂戴しました。 この流れのまま愛子さまのご成人を迎えるのは、正直言うとストレスでした。愛子さまのご成人に際して、すでにあらゆるメディアが事前に関係者を取材していたのは分かっておりましたので、お祝いこととはいえ、一定の批判があることは覚悟しておりました。しかし、蓋を開けてみたら、大変嬉しい言葉に溢れておりました。いつもは厳しいご批評をいただくジャーナリストの方でさえも、 愛子様を敬愛すると断言していただいたことには涙が流れました。宮内庁にもいろいろありますが、私は自分を信じて正しいお方、陛下についてきたのだと素直に自分のことのように喜べました。宮内庁関係者、正義はいつも勝つとは限りません。でも、いつかは勝つのだと思います。かつて批判にさらされた両陛下並びに愛子様。今やっと、 真実が明らかになろうとしています。両陛下と愛子様の輝きはまだまだこんなものじゃありません。世間一般でいう、チャラ男、みたいな方は愛子様には近寄ることはありません。そうですね。今の愛子様を見ていると天皇、皇后両陛下のご教育が間違っていないことがよくわかります。一方、恋愛、も、学業、も生地自由にさせすぎた永久家はボロボロです。 エムさんと結婚した経験は学生時代のチャラ男から、今では日本一のモ男に進化してしまいました。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。今回取り上げるニュースはこちらです。 記事の一部を引用してお伝えします信子しま、紀子子様のジャニタレ密会、今すぐ皇族をやめなさい。連日公務でも批判殺到の秋篠宮家。現在も国民からの逆風が続いている秋篠宮家ですが、そうした国民からの厳しい評価を覆すべく、秋篠宮ご夫妻は連日公務に邁進されているようです。先月31日には、 ご夫妻は長男久人さまと共に、第46回全国高校総合文化祭、総文祭の総合開会式に出席されました。秋篠宮ご夫妻は31日、東京・丸の内の東京国際フォーラムを訪れ、第46回全国高校総合文化祭、総文祭の総合開会式に出席された。筑波大附属校一年の長男久人さまも同行した。内庁によると、 悠仁さまは2020年に高知市で開催された総文祭を東京元赤坂の赤坂御用地の宮廷からオンラインで視聴しているが、実際に会場を訪れるのは初めてとなった。式典で秋篠宮さまが挨拶し、最近の新型コロナウイルス感染拡大に触れ、日々の活動や大会運営の準備に多くの困難を伴ったのではないかと話し、日頃の活動の中で培われた創造性を発揮し、 全国民からの信頼回復を目指し公務に邁進している秋篠宮家ですがこの日はコロナウイルスが都内の日曜日の最高感染者数を記録したこともありニュースサイトのコメント欄ではこんな状況で出歩いてコロナウイルスを広めるなといった批判の意見が数多く書き込まれているようです都内も今日は日曜日の最高感染者数を記録しております わざわざ三人で都内とはいえ現地に行くほどでもないんじゃないでしょうか。リモートで十分です。現地には多数の関係者をはじめお付きの人も多数大名行列状態でしょう。コロナ感染他人に感染されるのも自分が感染する恐れもあります。そして警備費や人件費さらに移動費が公費から持ち出されます。 どうか国民の大切な税金である公費の無駄遣いと垂れ流しは本当に止めていただきたい。こんなコロナ万円の状況で出かけて、席一つ開けて座るとか、国民に良い見本を見せてくれたらいいのに。まあ、そんな気の利く一家じゃないことはわかってますけどね。まずリモートで十分。秋篠宮さんだけで十分。自主的に皇族を本人が辞めることはありえないので、 971町と秋篠宮一家以外の皇族が辞めさせるようにはめるようにしむければよいのでは。信子様の耳に入られているなら早い話ですね。ここまで公にされているなら秋篠宮一家破滅も時間の問題かも顔文字笑い皇族を辞めさせない限り逮捕も厳しいですから。一層のこと、長女の義母と夫、ついでに長女も捕まえるしかないですね。 クレジットカードも自分以外の名義で利用は犯罪扱いになります。何でもかんでも元皇族なのだからはもう通用しないと思います。普通、皇族の方々がそんなことをするなんてありえないですね。愛も変わらず次から次に下品な集大を晒してる英宮家。多くの人は言おうとしないが、これは天皇一家一族の集文です。どのような組織にあっても、 そのことの最終責任はその組織のトップにかかってきます。言うまでもなく皇族のトップは天皇陛下です。よって英宮家の次から次へとさらされる修文に対して、知っていながら毅然とした姿勢を示さない天皇陛下があまりに深いなく情けない。天皇陛下こそが、実定である永久や英宮家家族に対して知ったし、皇族としてのあるべき姿勢を示すべきです。 それができない陛下であるなら、栄宮家と同罪だと言えましょう。信子さまが、ジャニタレ密会して、今すぐ皇族を辞めなさい、と鋭く指摘したなら、怒こることすらできない天皇陛下なら、そんな情けない気骨のない男なら、今すぐ天皇と皇族を辞めなさい。と言われても仕方ないでしょう。栄宮家の数々の集体や内閣府の姿勢。 また、宮内庁のあり方におかしいと思える国会議員も少かなからずおります。しかし現状では党本部より、触れてはならないこととして禁止令が出ているとも聞きます。今こそ天皇陛下が毅然として、永久に知ったし、この集大を許してきたことを国民に謝罪すべきでしょう。そうすることで国民的な議論にもなり、また国会議員が国会で取り上げることも可能となりましょう。 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴と祭り上げられんがらも国民に寄り添うと平気で嘘を言うなんとも不快いない天皇陛下。もういい加減に日本断じたるところを示していただきたい。真に国民に寄り添うとは黙って現状を容認することではないはずです。これ以上天皇家一族のことで国民を煩わせないでいただきたい。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。久人様、さま、縦品生活に参加していなかった。替え玉疑惑が SNS で話題に。 久仁さま総合文化祭開会式にご出席。先月7月31日、秋篠宮ご夫妻と長男久仁さまは東京国際フォーラム、東京都千代田区で行われた、全国高校総合文化祭の総合開会式に出席されました。秋篠宮ご夫妻と長男久仁さまは7月31日、東京国際フォーラム、 東京都千代田区であった全国高校総合文化祭の総合開会式に出席された。秋篠宮様は、同文化祭が、皆様の心にいつまでも残る素晴らしい夏の一時になることを記念します、と挨拶した。宮内庁によると、主催者側から久人様の出席要請があった。久人様がこうした行事に出向くのは2019年12月以来。 同文化祭は芸術文化活動に取り組む高校生の祭典で、東京での開催は初めて。秋篠宮さまはお言葉で、日頃の活動の中で培われた創造性を発揮し、それを全国へと発信されることを期待します、と述べた。式では、フランスと日本の生徒たちによるファッションショーのほか、オリジナルミュージカルなどが披露された。現在、 新型コロナウイルスの感染者数が急拡大する中で、公務はリモートにすべきではないか、といった意見や、この猛暑の中で、耳まで隠れるもっさりとした髪型に違和感がある、などといった意見がニュースサイトのコメント欄に書き込まれています。なぜ、悠仁さまはこれほど批判されるのか。2019年12月以来、実に、3年7ヶ月ぶりの対面での公務に臨まれた悠仁さまですが、 このように批判の声が上がっている背景には、地区府へのズル入学や、作文コンクールでの盗作問題なども関係しているようです。昨年の後半には、皇室に関する話題として、眞子さんと小室圭さんの結婚問題が注目を集めましたが、今年の初めに、注目を集めたのは、何といっても悠仁さまの地区府入学と、作文コンクールの盗作問題でした。国内の大手メディアは 秋篠宮家に忖度し、この問題に関して、一貫して賠償化するような報道しかしていませんでしたが、皇室や宮内庁の影響力が及ばない海外メディアは、将来天皇となる男性皇族が起こした大変な違反行為であるとして、厳しいバッシング報道を行いました。アジアやヨーロッパ、さらにアメリカや中東などのメディアもこの問題を大々的に報じたことで、小室圭さんと真子さんの結婚騒動とも相まって、 日本の皇室への信頼や評価を大幅に失墜させることともなりました。現在、ネットメディアや SNS 等で、悠仁さまに対して、厳しい声が上がっているのも、こうした悠仁さまの違反行為も大いに関係していると言えるでしょう、皇室ジャーナリスト。ところで、悠仁さまといえば、先月下旬に行われた地区府の新入生の合宿行事である、盾品生活に参加されたことも話題となりました。 週刊女性プライムは徹底取材を行い、久人様やクラスメイトのご様子に関して、非常に詳細な記事を報じています。この日は、地区府の一年生が心待ちにしていた夏の学校行事、立品、立品生活の初日。その中にはもちろん、今年4月に入学された秋篠宮家の長男久人様の姿もあった。長野県の立品高原を訪れて、 ククララススごとにインターネット禁止の集団生活を送りりまます。地区府は3年間クラス外がありません。なのでクラスメートとの親交を深める重要な学内イベントの一つとなります2020年と2021年は新型コロナの影響で開催が見送られたので今年は3年ぶりの実施例年は3泊4日ですが感染拡大の状況を鑑みて 今回は二泊三日となりました学校関係者、替え玉であろうがなかろうが悠仁さまは縦品生活へは行きたくない、と言っていたのは事実なんですよね。それって学校にクラスに馴染んでない証拠ですよね。クラスに馴染んでいたら楽しみで仕方ないはずです。幼稚園児や小学低学年なら嫌がるのもわかりますが、高校生くらいなら親元を離れる方が楽しいと思いますよ。おそらく悠仁さまは入学以来、 クラスでも浮いてしまい誰からも相手にされていないのでしょう。自宅では将来の天皇としてちやほやされているでしょうが、学校では対等です。勉強にしろ運動にしろ友情も恋愛も自分で切り開いていくしかありません。与えられることが当たり前になると義兄みたいなポンコツになってしまいますよ。素晴らしい体力と社交性、協調性を発揮し、生き生きと縦品合宿に参加なさった久人様。 という演出。目立ちたがりアピールしまくりの紀子さんが、この立て品合宿に引き込んだ報道陣は週刊女性だけ。文人さんの昨年の誕生日発言、気に食わない世論には厳しい弾圧をの通り、週刊女性は、ヤフコメラン掲載なし処分をくらった。だから、参加した生徒から、事実と違うとの投稿はできない。週刊女性は処分を解いてもらいたくて、 ヒサジン様優秀の記事を捏造する。まさに、一石二鳥のウィンウィンだね十貫誕腐。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。